ばんは、13歳のヒローワークです。はい、岡山さん、いつもとなんか違和感感じないですか？今日はね、なんかあの観覧車がすごく多くて緊張してるんですよ。ありがとうございます、皆さん。いや、もう最近すごいの、もうね、みんなね、13歳のヒローワーク楽しみだよって言って、いろんな人からメッセージもらっちゃって、はい、で、今日もこんないっぱい来てくれてでしょ、緊張しちゃってですよね。すいません、もう頑張ります。いや、それ以外になんか大きな違いがあるかと思うんですけど。大きな違い、いつも私と、そうなんですけど、え、あれ何言ってんの、コマくん。いや、私、森口っていう。森口、はい、あれ小林くんじゃない。じゃないですね。小林弘和くんではない。ないですね。あなた誰ですか？すいません、私はですね、実はいつも、ここに座って、メインパーソナリティをしてます小林さんがですね、はい、ちょこっと体調崩されてまして、はい、今日はお休みと。なんですか、先に言ってくださいよ。いや、急に言われても。だいぶビジュアル違うから。びっくりした。なんかちょっと小林くん大きくなったかなと思って。まあ、ね、横にも縦にもって感じですけど。この1ヶ月でだいぶ大きくなったなと思ったら。食べ過ぎちゃったかなみたいな感じありますけど、全くの別人でございます。今回ですね、はい、ピンチヒッターを務めます、はい、森口と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。森口さん。はい。小林さん、早く戻ってきて。いや、まあ、次回はね、間違いなく戻ってくると思うんですけど、うん、森口さんって分かりましたけど、はい、森口さんって一体何者なんですか？あ、じゃあ簡単に、はい、ね、私サンケビルウェルケアという会社、はい、有料老人ホームを運営している会社で、はい、今営業として、まあ、入居促進とか、はい、いろんな企画をしたりとかしてる仕事をしている人間でございます。はい、あら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、この、13歳のヒローワーク、はい、今回で4回目だと思うんですけども、はい、そうです。私実は、はい、解禁症なんですよ。というのもですね、はい、今日多くの観覧の、ね、お客さんも来られてますけれども、はい、私1回目から欠かさず観覧に実は来てます。うん、じゃあいつも毎回大きなクマみたいな人がいるなと思ってたのは森口さんだったの？私でございます。はい、びっくりした。クマがなんでいいんだろうっていつも思ってたんだけど。そうですね。クマじゃない、人間ですけど。人間でした。人間です、一応人間です。はい、はい、じゃあちょっと仕切り直してですね、ありがとうございます。この番組は、毎回さまざまな起業家さんだったりとか、はい、まあ、今後はもしかしたら企業でね、働かれているサラリーマンの方もお越しいただけるかもしれませんけれども、うん、そういった方々をトークゲストに招いてですね、はい、現在の仕事内容と合わせて、彼らが13歳当時、どんな生活を送っていたのかを語っていただく子ども、まあ、特にですね、うん、まあ、名前の通り13歳、多感なね、中学生ぐらいの13歳を対象にした真面目な教育番組でございます。教育番組、素晴らしい番組ですね。そうです、まあね、なんならもうE テレでもできるんじゃないかなぐらいな、はい、本当に真面目な番組なんですけれども、今回で4回目という形で、はい、今回もですね、皆さんに、楽しんでいただけるような番組を、はい、お送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、まあ、前回のね、はい、放送から、まあ、約1ヶ月経ったわけですけれども、はい、岡山さん、なんかこの1ヶ月間で変わった出来事はありましたでしょうか？聞いてくれました、はい、これ誰も気づいてくれないんですけど、はい、僕実は白髪を染めたんです。誰も気づいてくれないんですけど、非常に、まあ、はい、すみません、ね、もちろん和歌山さん、うん、今日初めましてでは正直ありませんので、はい、白髪がねやや多めなのは知ってましたが、はい、どうですか？まあ、言われてみればレベルですよね。はい、自分だからもうこの1ヶ月間のビッグニュースなんですけど、ね、あら、満を持して、お、満を持して染めました。あら、ますますね、じゃあ若返っちゃって、はい、はい、若返りですね。美研ベンズなんとかかんとかで染めました。詳しくは言えませんけどね。まあまあまあ、最初に会社名言ってか商品名言ってますけどね。言いました、はいはい、なるほど。じゃあそれがこの1ヶ月間で一番大きな、はい、もう一番のビッグニュースでございます。あ、なるほど。ちなみにモーリーは、はい、私はですね、実はこの1ヶ月間何があったかというと、うん、新車を購入。新車、え、え、え、
ちょっと待ってちょっと待って、はい、新車ってことは何、はい、車は、まあ、あの昨年車を買ったんですが、あと今回の新車はですね、はい、折りたたみ自転車、自転車を、自転車を買われました、買っちゃいました。実はなんで折りたたみにしたかっていうのも実は理由がありまして、うん、私あの住まいがマンション住まいなんですね、うんうんうん、で本当は私体が大きいので、うん、大きなこうマウンテンバイクとか、うん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 、そういうの乗りたかったんですけれども、うん、駐輪場も限られてますし、うん、結局ですね、あの妻と協議をした結果、うん、こうなんていうんですかね、マンションのこう廊下の出窓の下に置けるようなものがいいということで、うんうん、折りたためばですね、まさにこうすっぽり入っちゃうんですよ。ちょっと待ってください、はい、その自転車の下りもそうですけど、はい、妻と競技っていうことは妻がいるんですか？あ、妻、いや、すみこさんですか？すみこさん驚いた。岡山さんもね、だってもちろん、由美子さん、あれちょっと会心だあら、びっくりした、戸惑っちゃった、まあ、そういうね、あの愛妻家2人がお送りする、はい、今回は番組でございますので、お願いします、よろしくお願いいたしま す。ではですね、はい、今回も素晴らしいゲストを、うん、おもちろん呼んでおりますので、誰だろうこの中で、ありがとう足立の三田さんかなあ、三田さんはちょっと今回は、今回は違うんですか、別の方を、別の方を、はいはいはい、ではお迎えしたいと思います、藤井久和さんです、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、なんかあ、じゃあちょっと自己紹介してもらいます、ね、自己紹介してもらいましょうかね、うん、はい、はい、合同会社福祉クリエーションジャパンの、代表しております、藤井久和と申します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この福祉クリエーションジャパンね、うん、まあ、早速なんですけれども、うん、どういったこうお仕事をされている会社なんですかね。お、福祉クリエーションジャパンはですね、うん、福祉という、うん、ちょっと大きな名前を付けさせていただいたんですけども、うん、介護現場で、うん、約14年ぐらいですね、働いてきた経験の中で、はい、介護をこう変えなきゃいけないというところばかり考えていた14年間、うんうん、でも、うんうんうん、介護を変えるためには、うん、いいサービスを提供するためには、うん、やっぱりもっと大きなところで、うん、福祉とか社会というところを考えていかなきゃいけないかなというところで、福祉クリエーションジャパンという名前をつけさせていただいたんですね、その中で、クリエーションというところなので、うん、自分たちが今までやってきたことや、うん、いろんな人たちと想像していく、うん、そういった会社なので結構ですね、介護の現場だけではなくて、うん、地域の活動とかですね、はい、そういったところにも参加させていただいてる、はい、ね、ちょっと気になるな、ちょっと掘り下げて聞いていきたいね。しかもジャパンでつくぐらいですからね、うん、かなり大きい、そうなんです、ね、そこもですねちょっと思いがこもってまして、最初はですね、日本福祉クリエーションというですね、うん、名前を考えたんですけども、日本福祉クリエーションだったんですけども、はい、日本だと、はい、まあ、確かに日本なんですけど、うんうんうん、やっぱりですね、これからはいろんな外国の方や、うん、いろんな人たち、うんうん、異国の方、そういった人たちとも、うんうん、やはり介護というのは大事になってくるのかなと、うんうん、その中で、はい、日本をじゃあジャパンにしようというところで、本当にその言い方一つなんですけども、でなおかつ、やはり福祉が、思いが福祉が一番早いので、福祉を先に持ってきて、でそれを想像しようよと、そして、その日本のジャパンということですね。ジャパン、そういう順番でちょっと付けさせていただいて、ジャパン、ね、郷ひろみかまあちょっとね、これを見てる方がね、若い方々、まあ、ゴーヒーももちろん知ってると思いますけどね、やっぱり今ジャパンって言ったらなでしこジャパンとかね、そうだ、サムライジャパンとか、ね、まあ、そっちの方が、そっちの方が欲しかったよ、ね、まあ、私もどっちかというとジャパンさん、X ジャパンとか思いがち、まあね、この見てる方々にとってはやっぱりなでしこジャパンとか、サムライブルーはジャパンつかないですね、そういう系のね、ジャパンの方がイメージがつくと思うんですけれども、グローバルな感じするね、まあ、ですよね、で今はまあ福祉とか介護とかっていうキーワードが、出たかと思うんですけど、具体的には、まあ、いろいろね、
まあ、ジャパンという名前がついてるだけあって、うんうんうん、多分いろんなことやられてると思うんですけど、うんうんうん、具体的にはこういくつか例を挙げていただいて、はい、どういう仕事されてるか教えていただければ。あ、そうだね、具体的な、ね、はい、活動をちょっと聞きたいですね、はいはい。私たちの会社のですね、やはり一番大きなコンセプトが、うん、つながるというのをちょっとテーマにしておりますね。そのつながるも、介護の現場の人たちが、うん、法人の垣根を越えて、つながるのも一つですし、うんうん、はい、あとは、介護の、いろんな商品を開発している会社さんだったり、はい、そういった人たちと、うん、はい、介護の現場をつなげるというところだったり、あとはやはり介護の現場なので、うんうんうん、地域の方、うん、社会というところが一つありますので、うんうん、その人たちと、私たちが、こう接点を持つ、そういったつながるというのがですね、すごく大きな感じなんですね。その中で例えば、例えば、やってるのが、うん、まず商品開発であったりとか、例えばどんなもの、先日ちょっと行ってきたのがですね、介護ロボットをちょっと開発している会社さん、大阪まで、大阪まで、知ってますね、詳しいですね、そうなんですか。そう、大阪まで行ってきたんですけども、はい、そういった、商品開発をしたけども、うん、それが実際介護の現場で、うん、商品が使えるのかっていうところですね、それを生の声として、現場で働いている私たちが、意見を述べさせていただいて、研究者と現場が一緒に商品を開発していくと、なので、商品を開発している人たちは、もう生の声、お客さんの生の声が聞けるんですね。はいはいはい。なので私たちが、よくしていただいているデイサービスなんかでは、結構ですね、そういった商品開発をしている人たちが、現場にお伺いして、現場の、通っている利用者さんに一緒にこう使ってもらうというのも一つ面白いところなのかなっていうところですね。本当にね、先ほどおっしゃったつながりじゃないですけども、まあ、その介護の現場で頑張られている会社さんとこううまくいろんなところで接点を作るみたいなそうですね、イメージですかね。結構介護の現場で、やはり私たちずっとやってきて困ったのが、やはり自分たちだけで全てを解決しようとしていた、でもだからこそこう疲れたり息苦しくなってしまった、でもやはりこういろんな人たちに手を差し伸べてもらえるっていうのも一つ大事なのかな。ただでもそこで、どうやって力を借りたらいいかっていうのが分からなかったんですね。なので、それであればそういった人たちをつなげる、うんうんうん、そういった会社があってもいいんじゃないかなというところで、今回ですね、そういった会社を起業させたという形ですね。じゃあ、はい、かなり熱い思いがね詰まっている会社を立ち上げられたという、そうですね、ですかね。あれは地域とのつながりっていうのは何かあるんですか。はい、今ですね、地域のつながりでは、足立区、この足立区の、はい、北千住ですけど、足立区の、例えばですね、鹿浜、鹿浜の方なんかでは、団地のサロンがありまして、そこの団地サロンにも、私ですね、実はレクリエーション介護士という資格を、私持っておりまして、そのレクリエーション介護士として、地域のですね、そういったサロンの中にも、入らせていただいて、そこで一緒に、通っている、団地の人たちや地域の人たちと一緒にレクリエーションをやったりとか、お茶を飲んだり、お話をするというそういった活動もさせていただいている感じですね。ちなみにこうね、はい、サロンっていう言葉、もしかしたら見てる方々がちょっと今ちょっとピンとこないかもしれないので、サロンってどういう感じかのちょっとご説明もお願いできますか。はい、今回その一緒にやっているサロンはですね、大体2時間ぐらい、月に1回ですね、はい、2時間ぐらい、その地域の集会所に、20人から50人、多い時は50人ぐらいですね、そのくらいの方々が、集まってきてですね、そこでお茶を飲んだりカラオケをしたり、本当に、皆さんで楽しいことをやったりとか、あとは勉強会をやったりとか、そういった中で、ちょっと私たちにじゃあ、何月にはお願いねという形でちょっと声をかけていただいてる感じですね。なるほど。そういったサロンはこうどういった方が来られるものなんですか。今はですね、本当に地域に住んでいる、結構高齢の方が中心にはなってるかなって感じですね。ただ、地域の最初は団地でスタートしたみたいなんですけど、隣の団地だったり、本当に戸建てに住んでいる方々なんかも今では参加してくれてるみたいですね。で、素晴らしいね、取り
組です。先ほどね、さっき の自転車のくぐらいで私も言いましたけど、私もまあマンションに住んでるんですけど、なかなかですね、マンションの住人同士で何かこうね、コミュニティを作るとかっていうのはなかなか今難しいですよね。どうしても集まなきゃ、理事会とかに、まあそれでも何割、本当少ない人数が来てくれれば御の字で、まあね、隣の方とは挨拶するけど、何階に誰が住んでるとかってわからないのがね、今のご時世の中で、そういう団地でやってるそういうサロンっていうのをこう、まあお手伝いだったり、そういうのをやられてるとすごくね、素晴らしい取り組みだとね思いますけどね。はい。でね、さっきの中でそのなんか、レクリエーション介護士っていう、ね、単語あれだと思うんですけど、まあ、先ほどの言ったように私もね、まあ、介護業界にいる身ですので、はい、ね、ケアマネージャーの資格とか、介護福祉士とか、まあ、昔で言うとヘルパー2級とか、ね、いろんな資格がある中でレクリエーション介護士っていうのもまあ資格になるわけですよね。そうですね、はい、レクリエーション介護士がちょうど約1年半ぐらい前に、はい、スタートをしまして、今ですね、約全国で1万人の方を超えた形ですね。1年半で1万人、はい、1万人の受講者がすごいねスタートしているというですね、先日はですね、ユーキャンさんの通信講座では、ランキング130ぐらいの資格のうちの、4番にもランキングしたというね。すごいじゃん。そうなんですよ。結構上がってきてますね。なんかまあ、音楽やったらね、なんか AKB とか、3代目とか、ね、そのレベル、そう、ね。音楽で言ったらね、ね、チャートで言ったら、チャートで言ったら、要因って相当です。すごいよね、要因って。そうなんですよ。でなかなか面白いのが、今までのレクリエーションのこうネタを提供するよというそういった講座ではなくて、レクリエーションというのを一つの生きがい作りという形で捉えてますので、なので、ですね、このレクリエーション介護士は、レクリエーションができるようになるというよりも、そのレクリエーションをの考え方だったり、作り出していく、そういったのをですね、その、約2日間なんですけども、その講座の中で、皆さんと一緒に共有をしていくと。面白いのがですね、受講されている方々が、結構介護の資格というと、結構こう介護現場で働いている人、いや働きたい人に考えると思うんですけど、結構ですね、一番若い方は17歳の高校生だったり、あと一番上の方は75歳ですね、その方もやはり地域の、そういった取り組みをされている方で、なので本当にですね、そういった異業種の方々も今介護の現場にすごく注目してくれているなという形ですね。その新しくできたそのユーキャンで130何講座ある中で 4位とかなる、その通信講座もあるけれども、通信だけじゃなくて通学講座とかもあるんですか？そうなんです。通学講座も実は始まっていて、通学講座もですね、今ですね、全国の、まだ全国47都道府県には行っていないんですけども、今、私たちが担当している地域で言えば、静岡や東京、神奈川、埼玉、そして群馬で富山県であったり、今度開校がですね、北海道がまたスタートしましたし、すごいですね。あと実はですね、私が今住んでいる茨城県も6月から開校という形でね、着々と全国で、すごいですね。関西は関西でスタートしてまして、大阪を中心に、福岡の方まで、九州の方、鹿児島もですね、鹿児島なんかでは、その行政が、補助を出すという、そういった取り組みをですね、ちょっとスタートしているような資格になりますね。藤井さんはそれで、レクリエーション介護士2級っていう講座があるっていうのが分かったんですけど、それを教えてる方なんですか？そうなんです。私ですね、そのレクリエーション介護士講座の、2級のですね、ちょっと講師を担当してます。東日本エリアですね、東日本エリアを、2人で担当しているんですけども、実はね、東日本エリアを一緒に回っている、俺か和歌山さんもですね、一緒に回ってるんですけども、今そうですね、東日本エリアなので、先日ちょっと面白かったのが、福島の方、
福島の方の方が東京に通いに来てですね、その方の社会福祉協議会の方だったんですけども、まだまだ被災で避難されている地域の担当者なんですね。でその方がレクリエーション介護士を取って卒業されて帰った後にお声掛けいただいて、何人かでですね、その福島の被災のところにレクリエーション介護士としてその被災されている方々の集まりに一緒に参加させていただいているというですね、そういった取り組みもさせていただいている感じですね。なるほど、和歌山さんも実は講師だったんですね。あ、なんかそう言われたらそんな気がしてきた。最近ちょっとね、忘れやすい。そう、最近忘れっぽくって。あらららですかね。ああ、なるほど。そうでした。そうですか。で、はい、ね、まあ今お伺いして、うん、今ね、お仕事されてるのはそういったね、シ、うん、クレーションジャパンでいろんなところのこうつながりを、うん、持つお手伝いをしたり、うん、そういった資格の、ね、うん、講師なんかをされたりと、うん、いうことでしたけれども、うん、最初にね、ご挨拶いただいた時に、うん、介護の業界で14年でしたっけ。そうですね、14年、うん、って言って、じゃあ福祉クリエーションジャパンは14年ってわけではないですね。そうですね、福祉クリエーションジャパンは、はい、実は昨年2015年の4月に、はい、起業したという感じ、ね、じゃあちょうど丸1年経った。1年ですね、ちょうど1年ですね。1周年おめでとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあその前はどんなことされてたんですか。介護始める前です。いや、その福祉クリエーション、はいはいはい、介護の14年間の中でどういうことされてたんですかね。介護のその14年間はですね、うん、実は足立区で、私介護をスタートしまして、うん、足立区にある医療法人の方で、はいはい、デイケアの介護士としてスタートさせていただきました。なので当時はヘルパー2級ですね、2級から、スタートをして、はい、医療法人だったので、在宅医療、在宅医療の患者さんが800人ぐらい、ご自宅にいてって方ですよね。そうですね、自宅に先生が行ったり、うん、看護師さんが行ったり、うん、そういった、法人だったんですね。その中のデイケアの方法、最初は担当させていただいたという形ですね。じゃあ、まあそういった形で、うん、まあ、他にもいろいろやられてた中で、うん、まあ、介護業界14年間やられてたわけですよね。でも、それって藤井さんあれですか、なんか学校卒業して、うんうん、いきなりその介護の業界に飛び込んだのかね。今おいくつですか、ちなみに。今の先生45。お、近い。俺50。遠い。結構ですね、うん、年齢はですね、うん、毎回皆さんですね、当てることができないんですけど、実はまだまだ私37歳なんです。30代。はい、若い、若い。はー、ってことはですよ、うん、単純に、うん、今の会社建てて1年、うん、その前に介護業界14年のことは15を引くと22とか、そうですね、ちょうど23、4の時に、ほう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 、はい、介護業界に入ってた感じですね。それは学校卒業して、はい、大学卒業して介護業界に、その実はですね、私大学も実は出ていなくって、うんうん、そうなんです、陸上自衛隊の方に、18歳からですね、入隊をしまして、陸上自衛隊、陸上自衛隊です。自衛隊か、自衛隊です。ちょっと今どう返してるか分からなかったですけど、一応回ってきたからね。あ、自衛隊。そうです。でも、ね、私もよく自衛隊詳しくない。自衛隊で どんなことしてたんですか。私はですね、陸上自衛隊でも、練馬駐屯地、ね、東京 の練馬駐屯地の方に配属をされまして、ここからもそんなに遠くないですよね。近いですね、環七のね、少し行ったカンパチ入ったところなんですけども、そちらの方で、第一線部隊の救急隊員として、救急隊員、はい、世の中で映画でよく言う衛生兵、衛生兵っていう、その衛生課隊員と言われる消防でいう救急隊員ですね。はい、消防でいう救急隊員？ちょっと分かりますけど。じゃあちょっとさ、向こう行って衛生兵、衛生兵って呼ぶからちょっとやってくれる、ここで。難しいですね。まあちょっとね。で、ね、救急隊。
て、はい、自衛隊の中で、うんうんうん、例えばじゃあ何かあって怪我した人をた、はい、助けるみたいなことは、ね、そうですね、一番、分かりやすいのは、はい、災害派遣があった時に災害時ですね、はい、災害時に、まず私たちが、その災害の一番 の、 その第一線の、現場に向かいまして、そこからですね、例えば救助した人たちをそこで応急処置をして、応急処置をして、自衛隊の救急車で、医者のいるドクターのところまで運ぶという、じゃあ例えば怪我しちゃってる人の止血をしたり、あ、そうですね、はい、骨折してる人になんかあの当て当てたりとか、そういったのもですね、そういったのが一番の仕事になりますね。なのであの瓦礫が倒壊しているとこだったり、はいはい、そういったところに私たちが入っていって、救助してくるという、それは災害があるときは確かにそういうね、出番があるのかなと思うんですけど、まあね、私も勉強不足であれですけど、はい、ね、自衛隊の方々って、うん、まあ、全般的に日々平和であれば、ね、あんまりこう出番は正直ないじゃないですか、はいはいはい、何やってんの、実はですね、訓練は もちろん毎日のやってるんですけども、実はですね、練馬駐屯地でお話しすると、東京23区が、管轄になりますので、実は自治体の人たちともすごく連携を取ってるんですね、はい、区の人とか区の人とか、あ、そうですそうです。なので、例えばですね、防災訓練なんかも、私あの足立区がいる荒川の訓練なんかも実は何回も参加させていただいたりとか、そういった時に、地域の住民の人たちに救急法を、一緒に勉強したりとか、そうですね、そういったのも一つの、仕事になってますね。その時はメガネをかけていくの、セットも外していくの、その時はですね、基本こういった形で、あれいい男こういった形であの参加させていただいて、ね、メガネ外すといい男、そうですね、じゃあこの時間からこれで、でも、はいはい、ちなみに自衛隊にはどれくらいの期間いらっしゃったんですか？自衛隊はですね、18歳の時からですね、約6年間、あの自衛隊もですね、あの任期制隊員になるので、2年ずつ更新になるんですね、なので、2年ずつの3任期での退職で6年間っていう形です。その6年間はずっとさっきの言ってたその、部署というか、あ、そうです、実はですね、陸上自衛隊って結構面白いところで、主の任務は救急隊員なんですけど、その他にですね、いくつかのこう教育訓練というのがあるんですね、その中でちょっと私が受けさせていただいたのは、特別儀仗隊のラッパ隊というですね、ラッパ隊、特殊編成部隊があるんですけども、ラッラッパを吹くラッパ手という、ラッパってトランペットとはまたちょっと違う、はい、そうです、トランペットは、こう指があるんですけど、ね、そう、その指がない本当のラッパ、そうなんです、あの空気の音だけで変える、あのよくさ、はい、あの偉いさ、あの皇室の人とかこういる時にさ、前の方でさ、こうやってるあの舞台にいたの？そうなんです。あれもですね、結構厳しい審査がいろいろあるんですけど、なのであの総理大臣の、先導をしたりとか、あとは特品が来た時に、私たちが儀仗隊として、並んでですね、お迎えをするというですね、よくあの、諸外国の大統領が来た時とか、ね、よく整列している、あの舞台になります。すごいじゃないですか。すごい舞台です。すごい舞台にいたね。そうなんです。なんかさっきの救急のね話よりなんかラッパー隊の方がね、それなんか私やり、僕やりたいですってなれるもんなんですか？その舞台でですね、やはり何人かこう選抜をされていくんですね、その中で教育を受けて、教育を受けてからまた選抜選抜で、なので本当 AKB と同じで、その枠が決まってるんですね、なのでその枠に勝ち上がるまでがもう選抜選抜選抜で、うわ、勝ち上がったのかい。そう、勝ち上がったんですよ。このくらいやめませんか。じゃあ、ね、当時はじゃあね、本当に勝ち上がって、ああそうですね、もう選抜で手にしたみたいな、はい、なので本当にその喜びはすごかったですね、私の場合は約4年がかりですね、4年かけて、そこに入れたという、っていうことは途中でなかなかそう勝ち上がれるというかな、はい、残れずに諦めちゃう人もいるわけですね、いますね。でまたそのチャンスがですね、3年に1回の編成なんです、オリンピックかい、オリンピック4年にしましたあ、そっか失礼いたしました、
そうなんですよ、3年に1回なんですね。じゃあそれをやって、うんうんうん、じゃあまあメインの仕事があってランパ隊としても活躍されて、うんうんはい、っていう、まあ本当ざっくり言うとそういう6年間、はい、そうですね、そういう6年間ですね。じゃあ自衛隊員になりたかったんだ。もともと実は、18歳の時に自衛隊になりたいですって言って自衛隊に入ったわけではなかったんですね、うん、実はですね本当に不純なんだけど、うん、東京に出たかったんですね。田舎者あれ田舎者なんですね今普通だった今田舎者そう実は今は茨城ですよね、うん、今は茨城県のつくば未来市、うんはいはい、なのでここから30分ぐらい電車のところに住んでるんですけど、うんはいはいその前がずっと東京に住んでたんですけど、うん、実は、自衛隊に入る前は、うんうん、静岡県の、うん、西伊豆町って分かります？分かんない。西伊豆、うん西伊豆道ヶ島とか戸井、うんとかですね、うんヘダとかですね、うん、結構あの海産物とかが伊豆半島ですね。そうじゃあ海のそばだったんだ。海と山ですね。海と山、うん、なのでもう本当に、高校生の頃なんかは、うん、学校が終わると海に行って、うんみんなで海で泳いだり貝を取ったり。じゃあ海部だ、うん、海部。そう海部っていうぐらいだからちょっと色黒だったりするんですか。そうなんです。もう常に日焼けをしているというですね、うん、なので自衛隊にこう入りたかったわという気持ちよりは、うん、もう東京に出たいというですね、そういった気持ちだけでしたね。いや東京に出る手段って、うん、多分いろいろそうだよ ね、 そうだよね。自衛隊に入りたくてもね東京に出てきたらいいよね。普通にねサラリーマンでもいいし、うんうんうん、例えばね、うん、ミュージシャン目指して、うん、お笑い芸人目指して東京に上京してくれる中、うん、いる中で、うん、なぜそこに、うん、っていう何かあったんですか。もともとやはり田舎の地域だったので、うん、今みたくインターネットが、すごく出てきた時代ではなかったので、うん調べることができなかったし、うん、なので東京に行く手段として考えれたのが、うんはい、大学か、はい専門学校、うん、でその2つだったんですね。進学ね、うん、そうなんですね、はい、進学で出るしかない、あとは就職と、はい、いうその3本だけだったんですね、はいはい、でもその中で、やはり勉強を全くしてこなかったので、うんどうしようというところだったんですね。でその中でちょっと声をかけていただいたのが、自衛官の方に、うん陸上をもともとスポーツでやっていたので、うん、自衛隊で陸上やらないかと。陸上自衛隊だったけれどももともとは学生の時代に陸上部だったの、うんうん、そうなんです、陸上部だったんですね。種目は何、種目は高校生の時は、うん最後はやり投げ。ほーそうなんです。やり投げをやっていたので、うんそういった陸上でちょっと声をかけていただいたんですけども、うん、じゃあある意味、うん、スカウトされたみたいな。そうなんです。当時はですね、はい、結構陸上自衛隊も本当にその学校周りを皆さんしていて、うん、なので、私の学校で、3人ですかね、うん、3人入りましたね。ほうちょっとスカウトっていくと、うん、なんか本格的にさ陸上やってたような気がするけどさ、もしかして市大会とか県大会とか出ちゃってたの？そうですね、一応市大会はなんとか勝ち上がれて、県大会までは行けたんですけど、やはりそこの壁がすごいんですね。そうなので県大会落ちです。でもすごいね。でも県大会出るってすごいよね。結構静岡はこの東京や神奈川とか埼玉と同じで結構陸上強いんですね。はい、なんかね静岡って言うとなんかもうまさにサッカーっていうイメージですけど、運動とか盛んなイメージだよね、陸上とか。でも私のいたその西伊豆は人数がすごく少ないんですね、同級生も。なので例えば私の小学校はですね11人が同級生だったので、サッカーチームがようやくさらっと流したけど、同級生11人？そうなんです。なので高校もですね、うん、全部で110人。全部で？3年生だけで。ああ。同級生だけで。なので、うん、そうサッカーがですね、私の地域はものすごく強くないんですね。あ、静岡とか全般的に強いイメージだけど、ね、結局じゃあ清水と岩田だけってことですか？清水とか静岡とか浜松、うん、あそうです。そういったちょっと大きな都市はやっぱりすごく盛んなんですけど、うんはいはい、私はその伊豆半島は、はい少しですね、はい、サッカーを見るのが好きなんですけど、うん実際にそういった部活として強い学校は少ないのかな。じゃあ
高校時代にまあ陸上に打ち込んで、まあそれでまあいろんな縁があって自衛隊にっていうことですよね、要は。でもあの東京に出たかったんですけど、うんうん、やっぱり医療というのはやりたかったんですね。医療とか介護というのはすごく興味がもとありましたね。 あったので、ただ勉強してこなかったので、ね、専門学校にも行けないし、ね、どうしようと行った時にその陸上自衛隊の人が最後の一押しをしてくれたのは、自衛隊にもそういった医療を学べるよと、いうのを教えてくれたんですね。ね、分かんないですね、その言われないとね、分からないですね。なので最初学校の先生たちも、本当に自衛隊に行くのかというのを言われたんですけど、その救急隊の勉強をしながら、まあ給料がもらえる、で一番の目的の東京に出れると、東京に出れるね、というところを選択した感じ。なるほど。なんか分からないですけど、自衛隊に入るきっかけの中で、藤井さんみたいな思いで入る人ってあんまり実はいないんじゃないですか。実はですね、結構多くてですね、多いんですね、多いですね、逆にあの面白かったのは、私の同期では、進学をするために、働きながら、学校に行きたいというところで、自衛隊で働きながら夜を学校通うとですね、そういった形で練馬駐屯地なんかは結構大学に通いながら教育時代を、そんなのもできるんですね。あ、できます、できます。なんかね、なんかあれなんかちょっとイメージが変わった、自衛隊のイメージ変わった。なんか自衛隊っていうか自衛隊になるぞって言って、もう自衛隊って感じだけど、だから自衛隊入ってもそこがね、あの終点じゃなくて、そこからまた新たな選択肢があるんだっていうのが、そうですね。でもやはり自衛隊のすごいところは、最初はそういった不純の気持ちで、出てきたかもしれないけど、入るとやっぱりすごく教育が、教育のカリキュラムがしっかりしてるんですね。なので本当に私は2年で辞めるつもりだったのが、いつの間にか1任期、2任期で更新をして、6年最終的にはいたという、今でもですね、その先輩方とも、1年に3回ぐらいは飲みに行ったり集まったりという形で関係を作らせていただいているとい、やっぱりそういうね、こう、まあ、多分厳しい世界じゃないですか。でもなんか藤井さんね、お話今聞いてても、やっぱりなんとなくこう言葉遣いの綺麗さだったりとか、っていうのはやっぱりそこで培われた感じですか。ものすごく厳しかった。18歳の頃に入ったので、最初はですね、12人部屋とかなんですね、2段ベッドで、なので、入ると、最初はその先輩の、全てをこうやらなきゃいけないんですね、部屋でですね、その部屋長順番がもう序列が決まってて、全てはな、何やるんですか、はい、何をやるんですか、先輩の、先輩の、例えば靴を磨いたりとか、あとはですね、先輩たちがもうドアを開けた瞬間にコーヒーやお茶を出さなきゃいけないですね、すごい。なので夜はですね、部屋の掃除から、その茶器類を洗ったりする時間で、もう一日が終わっちゃうんですね。それはじゃあ逆に言うと藤井さんも、まあその6年最後の方はもうそんな感じ。そうです。もう最後ですね、実はこちらが逆転をして、もうこうなってて、もう勝手にお茶が出てくるんですね。なのでそこがあのまた勉強なんですね。その下積み時代をしっかり分かっていて、自分が長になった時にその下に教えるという、そういったシステムになってるんですね。わでもね、あのなかなか今ねそこまでの縦社会ってないのかもしれないですけど。でも確かにね、私なんかもこう藤井さんよりもちょっと年上ですけど、そういうやっぱりね先輩の厳しさとか縦社会みたいのを若いうちに学ぶっていうのは大事ですよね。大事ですね。あの当時はなかなか実感できなかったんですけど、今となったらあの青春時代のっていうのはものすごく良かったなと。だってね、18歳で、まあ、19歳の年に自衛隊に入って、やっぱりいろいろ制限される生活ですよね。自由に遊びに行けないし、ね、一番自由を求めるよね。かたや例えば高校の同級生、大学に行ってたら、ね、キャンパスライフでも、ね、サークル行って飲み会行って合コン行ってみたいな生活をしてる子たちもいるわけじゃないですか。その、ね、6年間をこうね、
すごく充実していて、うん、例えば二十歳の頃とかね、例えば合コンとかこうみんなで飲みに行く、女性と飲みに行ったりして、飲みに行くと、9時には帰らなきゃいけないんですね、なので、外出は OK なんだけど門限が9時なんですね。中学生か、中学生なんですねそう、その9時までをいかに楽しむかっていう、じゃあもう短い時間でギュッとこう、そうなんです、そこをねすごくこう考えるんですね、なのでその1分1秒がすごく大切で、なのでその飲み会もいかに9時までに帰るかをもう組み立てるんですね、あ、逆算していく、そうなんです、でいかに9時までにその女の子たちと仲良くなれるかです、その一発勝負ですね、なのでよくシンデレラボーイって言われてるんです、そうシンデレラボーイって言われてそうなんですね、うまいですね、でまあね、そんな自衛隊時代があって、話戻りますけど、自衛隊と介護のお仕事ってなんか結構全然違うイメージ、まあ確かにその医療のことを学びたいってことでね、救急のことされてたとはいえ、結構かけ離れたねお仕事にその体感っていうんですか、されてから疲れたんです、なんかあったんですか、きっかけみたいな。自衛隊時代にその救急隊員として働いている中で、例えばですね、私たちみたいな五体満足の体の人たちを助け出す手段だったり、若い世代の人たちを助け出す手段というのは習っていたんですけど、車椅子の方や例えば肩麻痺がある方、そういった方々を助け出すという、そういったマニュアルが結構なかったんですね。その中で私、あの自衛隊時代にヘルパー2級をちょっと取りに行った時に、こんなに世の中ってそういった力を必要としている人たちがいるんだというのにすごく愕然としたんですね。それが一番最初のきっかけでしたね。じゃあその自衛隊時代の思いとか経験をがあって、はい、じゃあその体感したら介護の業界で働いてみようって思った、はい、そうですね、どうせこう自衛隊を退職をして世の中に出るのであれば、何か、ね、今までやってきたことや、あと私たちもう体がすごく資本で体が強いので、それを活かせる場所はないのかなと、なのでそのサラリーマンという道でも、事務や営業職といったそういったお仕事、商品を売るとかそういうお仕事よりは、人と関わる、またそういった力を必要としている人たちに関わる仕事をしたかったっていうところですね。なんかすごいですね、藤井さんね。ね。だってそれで現場入ってこう関わってた中で、なんかもっとなんかこの現場ってもっと良くなるんじゃないかっていうところで、今に至るでしょ。その現場と周りの人たちとつなぐっていう。高校生の時は陸上やってたじゃない。はいはい。中学生の時は何してたの？中学生の時も部活は陸上なんですけど、私ちょっと一個だけプチ自慢があって、生徒会長もやったんですね。でもですね、その生徒会長ってまあ全校生徒で100人ちょっとなんですけど、まあ、そうなんですね、生徒会長もやったりして、すごい、そういったちょっと幼少期、小学校、中学校ですね。じゃあモテたんじゃないの？そこがですね、そういう風に繋がらないですね、実はね。でも昔って生徒会長、そうだよね、勉強できるとか、そうだよね、持っている要素、ね、そうだよね、でもあれなんですよね、中学校がもうずっと子供の時からいるメンバーなんですね、幼馴染からそのままみたいな、そうじゃあもう今更男人として見えれないみたいな、特に田舎だったから、またそういった恋愛っていうのが実は結構こう、あ、ちょっと遅いというか言えないんですよね。でも彼女はいたの、中学生の時。中学生の時は、3年生の時ですね。すごい。でもな、じゃあ何があるっていうわけではないですよね。ほうほうほう、あ、岡村さん、それちょっと、何ちゃんっていうの、それはいいですね。ちょっと追いかけよ、その子ね、今会いたいでさ、ちょっと追いかけよね、で、なんかね、ゲスト呼んじゃったりすればいいんじゃない、会いに行こう、静岡に会いに行こう、静岡に行っちゃおう、カメラ持って、それ、なんか
ドキュメンタリーとして撮ろう。そうしよう、ね、なんか昨日もなんかそんな番組やってた、うん、あ最近そういうの多いかもしれない、ね、学生時代のアルバム見て、うんうん、あこの子はこういう子だったっていうその子との思い出を撮ってその子に実際に今会いに行ってその VTR 見してそれでね、先日ちょっとね、うん、実家に帰ってきた時に、うん、あの久しぶりに高校時代にすごく大好きだった女の子にちょっとあの話してはいないんですけど、うん、ちょっと見えたんですね、うん、その子は、ね、すごく好きで、うん、好きだったんだけど、うん、何回も告白したんですけど、うん、ダメでダメで、うん、そうでね高校卒業してから東京に出ちゃったんですけど、うん、地元にその子は残って、うん、もうすぐに子供を生まれて結婚して生まれて、で最近また2人目が生まれたというですね、そう大丈夫奥さん見てない今日の放送あ大丈夫もんね大丈夫そう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 、ね、そうだからねすごく幸せな家庭が気づいてるんだってですねやっぱちょっと嬉しくなりますよねあわかるそれそう、まあね、でも、うん、そう高校時代に、うん、もう振られてという経験が、うんものすごく今生きてるかもしれないですね、それはどう逆にこうモテてモテて、うんうんうん、簡単に付き合いそう若山さんみたいな、ねうん、あのねちょっと待ってて、ね、あのねモテてモテてって言うけどね本当あの学校で一番モテてただけだからあんまり言わないでしょそ, そんな中から由美子さんを選ばれたとちょっとごめんごめんちょっと見え張りましたそれちょっと思っちゃった今まあちょっとね話出せちゃいましたけどそういった意味でですかそのやっぱり、自分の思いを告げて、断られても、うんまたその人とうまくやっていくっていうところ何回も何回も本当に挑戦したんですね、うん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 、挑戦して、うん、最後結局本当ダメだったんですよ、うん、結局ね、うん、そう努力は報われなかったわけですねでも、うんうん、諦めない心折れない心みたいなそうあれは高校生の時に、うん、やっぱりすごく体験でその恋愛を通じて、っていうことはその何回も告白をしてるので、うん、次2回目3回目って、うん、手を変え品を変え、ね、その心の心を痛める、ね、ここを止めるために、うん、ストーカーか、はい、ストーカーまあ一途ってことでしょそうなんだ、ね、よく言えばねそう いい方なのね、うん、そう相手が嫌がってなければね、うん、そうそうそう、うん、でもそのたまたま見かけて、うん、その人はなんかこう藤井さんを見て、うん、こう走って逃げるとかそういうことある あの本当にこう通り過ぎちゃった感じです、ね、向こうは藤井さんに気づいてないと思いますえなんかえだいぶなんかビジュアルは変わっちゃった感じですかあそれもあるかもしれないでも分かるぐらいだからすごいよ ねあだから変わってないそのね昔のまんまだ、うんうん、綺麗な、ね、憧れてた、うんぜひ青春時代ぜひ会いたいね追いかけよう追いかけよう、うん、番組で追いかけよう、はい、でまあ今までね、うん、あのだいぶその、うん、今回のねその13歳当時まで戻ってきましたけど、うんうん、まあ今ずっとねお仕事とか、うんそういう部活の話してきてましたけど、うん、まあ、まあ、13歳、まあ、中学生当時でもいいです高校時代でもいいんですけど、うん、何かこう、うんハマったこうな趣味とか、はいはいはい、好きな芸能人とかなんかそういうエピソードありますか、うんうん、あの趣味で言ったら、はいサザエ取りアワビ取りが趣味でしたねえちょっと待ってちょっと待ってファミコンとか、うん、そういうんじゃなくって、うん、今何て言いましたサザエ取りや、うん、アワビ取りサザエさんを見ながらアワビを食べるんじゃなくてじゃなくて、うん、海に行って、うん、潜って、うん貝を取るのが趣味です、ね、素潜りってことですか素潜りですねで、こう、でこう槍みたいなピアン、うん、手で手で手で刺されたからね刺さらないから刺さらないあの魚じゃないからいやね、無理やりね、ここから槍投げに持ってこうかなと思ったんですけどびっくりした今取るの手でね取って、でも食べますよね、やっぱりねあの食べるんじゃなくて、実は売るんですね、うんえ、それ大丈夫ですか？ちょっとね、今ね、彼女の方がですね、密漁じゃないかっていう声がありましたけど、あの密漁じゃない場所がやっぱ区域が決まっていて、ここは取っていいですよね。そうなんです。でも結構あの地元の子供たちなので、うん、漁師さんとかもう結構ですね、こう許してくれるんですね。それが一つのこう教育じゃないですけど、生きていく、まあ、繋がりみたいなね。そうなんです。なので地元の民宿やホテルが、うん、私たちが取った貝を買ってくれるんです。おばちゃんこれ今日こんなに取れたよみたいな、はい、
あの1キロいくらで、もう本当に量してるので、どんだけ取ってんだよ。そうサンタクロースか。キロ単位？そう、あのサザエ1キロ2000円とかですね。キロ単位でこう相場が決まっていて、そうなんです。でまた時期によってその値段も変わるので、その高い時期を狙って必死に頑張るんですね。それってでもやっぱりね、海に近いところに住んでる人ならではね。そうですね。でもサザエ海だけではなくて山もあったので、例えば私の父親はジャージや運動靴が欲しいってなったら、それであじゃあ買ってあげるよじゃなくて、面白かったのは、じゃあ分かったと、山芋を掘りに行くぞって言って、山芋を掘りに一緒にチアで行くんですね。でこの一本を掘ったら買ってやるとです。どんな教育だって、すごいね。その山芋が大体5000円ぐらいで一本綺麗に掘れると売れるんですね。だからその稼ぐというのをそこで自然と今思えば教えてくれてたんだな。確かに何か欲しいっていう、ね、例えばほらね、まあ、なかなかそういう経験はないかもしれない、今だったら例えば、ね、勉強して、数値表の成績がこれだったらとかね、まあね、今日金子で三田さんの息子さんみたいに高校に受かったら、はい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 、そういう感じで山芋を取ったら、じゃあジャージ買ってやるよ、陸上だったらスパイク買ってやるよみたいな。なので結構ですね、その貝とかを売って、新しい陸上スパイクを買ったりとか、そういったのをよくやる。じゃあある意味本当にこう、若い時っていうか、まあね、中学生高校生時代から、ある意味自給自足生活みたいな。あ、そうかもしれないですね。そういった教育でしたね。なので本当にこう勉強というのをしてこなかったので、小学生の頃は、小学生の頃は、やっぱ生徒会長、本当に黒かっただけですね。黒い衣装です。なるほどね。でも確かにそういうこうね、ね、こうやって見られてる、ね、足立区に住んでるからとかって、ね、やっぱりどっちか、まあ、都心に住まれてるから、なかなかね、山芋をね、例えばスマホ買ってよっつって、じゃあ山芋何本なっていうのはまずないね、わけですよね。どこで山芋を取んだったらいいの？山芋って何っていうかもしれないしね。はい、やっぱりそういうこうね、まあ、言い方あれかもしれないですけど、その地方に育ったっていうのも今に生かされてるっていうことですかね。なので本当に勉強してこなかった少年時代だったかなと。なのでむしろ勉強をすごくするようになったのが、自衛隊以降、24歳で介護の現場に入ってからすごく勉強したの。確かにね、我々も親から多分、中学生高校生の時とかに勉強しなさい、勉強しなさいって言われてきたけど、まあ私もそうですけど、あんまりしてなかったね、全然できなかった。やっぱりね、大人になってからするんですよね。ね、例えば今してる仕事のことをもっとこう掘り下げたいってなった時に、やっぱり本読んだり、今だったらインターネット調べたりとかね。でもやっぱりね、子供の時、若い時に勉強しておくのも確かにいいし、ただ今あんまり勉強好きじゃないっていう子たちもね、悲観することはない、ね、やっぱりあれですね、自分がこうやりたいと思った時が一番すごく入ってきますもんね。やらされてるんじゃなくて自分でやろうって時ですよ ね。でも一つだけあるのは、やっぱりもう少し勉強しておけばよかったっていう、そういった後悔はありますね。それは例えばどういった側面で出ます、そういうの。例えばですね、私すごくですね、実はあの外国人に街で声をかけられるんですね。なんで道教えてくれって、でも全く英語をや本当に勉強してこなかったので、ちょっとした単語だけでも覚えてれば答えれるのに、でもすごくこう声をかけられるんですね。いつも分からなくて、それなんでなんでだろう、なんかなんでですか、ね、英語がうまそうに見える。ただちょっとさ、日本人よりも顔が濃いけどさ、まあ濃いね、なんかちょっと外人に見ろって言われたら、外人っていう先入観で見たら外人に見えないこともないぐらい顔濃いけどさ、まあ最悪ハーフとかね、
その時に、うん、やはりこの今の日本なので、うん、例えば少しだけ英語がね単語だけでも分かれば、うん、そういった会話ができたりするのになとか、うん、そういったそう当時は勉強してることが全く生きないと思っていたけども、うん、社会人に出ると、うん、やっぱり何かどこかで、うん、すごく生きてくるなと、うん、算数なんかもそうですもんね、うん、確かに特に私たち起業しましたので、その数字を計算したりというのが今になって、うん、当時数学や算数をもっと真面目にやっておけばよかったなと、うん、確かによ私も大人になってから、うんうん簿記とかちょっと勉強しときゃよかったなとか、うん、思いません？簿記とか勉強してないの？あれあれしてない簿記やってないですねやってない、うん、俺日照簿記2級あらあすごいすごいはいいや褒められるの弱いの逆にねそうでもそういうふうに簿記とかをちょっと勉強してれば今違ったなってだからやらされてるでもいいと思うんですねやらされててもそれがやってたことでやっぱり役に立つ時が来るなんていうのはすごく確かに実感しますねそれは本当多分ね我々日々思ってますね私なんかも一応まあ大学は行かさせてもらったんですけど政治経済学部なんていう学部にいましたけど今全く政治も経済も分かんなくてまあやっぱりねちゃんと勉強しとけばもっとこうねこう国のこう政治に興味があったりとか経済なんてやっぱ我々社会人になれば最低限やっぱね知ってた方が絶対いいので本当に勉強していないよりはしていた方が自分の人生が広がるなっていうのは今実感してますね、うん、あでも今そうだよね、うん、今実際にこう子育てしながら、うんうんうん、なんかすごく自分の中で格闘があるのが、うんうんうん、あの僕もそんなに勉強してなかったから、うんうんうん、子供が勉強できなかったとしても、うんうんうん、俺も勉強してなかったし、うん、言えねえなっていうのもあるんだけれども一緒一緒一緒でも今言ったうん、うん、あのやっといたらやっといたで、うん、後なんか良かったなと思ってもらえたらいいなと思って自分のことは棚に上げて勉強しなさいって言うんだけどでもなんかね大人になったらあなんかねあなんかやってて良かったなって思ってもらえたらいいなっていうようなねそうだから騙されたと思うかもしれないけど、やっぱり親が言ったりとか学校の先生が勉強しなさいっていうことは少しだけでもいいからやっといた方がいいっていう、ねうん、やっといた方がいいね、うん、確かに、うん、で実はこの後に、うん、あの見ているね、まあ、13歳前後の子たちへのメッセージをいただこうと思ったんですけど、うん、ほぼほぼ今言っちゃった感じがねあれちょっと私の これがちょっと今日いやいやいやもうね、うんうん、もう藤井さんがフライングしてるんですでもね本当に我々もね、うん、今ね、うん、同感したのと一緒で、うん、ね本当にそれは思いますよね、うん、そうですね、はい、うんその時は分からないかもしれないけど、うんうんうん、絶対ね将来、うんうん、なので今私は父親や母親にはすごく感謝をしていますかね、うんちなみに藤井さん結婚してんの？結婚してますおなんだよ、はい、さっきのくだりでさ、うん、ずっとその高校時代好きだった人が忘れなくて、ね、未だに独身なんですよなと思ったら独身かと思ったけどいつけ結婚してどれぐらい経つの？結婚してですね、うん、もう7年おあー、ねはい、あの実はですね、はい、ここでちょっと発表させていただきますいいですか？あの5月15日にあの、はい一人目の子供が生まれる予定でございます。予定来月じゃん。すごい。そうなんです。そうなんです。あの男の子で。わあ。今日もあのちょっと病院行ってきたんですけど。はい、ちょっとじゃあさ、ね、昔の友達とかさ、うん、このラジオ聞いて初めて死んじゃないの？あ、そうかもしれない、ね。お祝い届いちゃうんじゃない？あ、あのあれ。どしどし待っておりますので。現金でお願いします。現金で。ねまあ、これからね、父親になられるということで、ね、ますますね、ご活躍をこう、期待ね、できる今日は藤井さんをお迎えしたんですけれども、ね、あと何かこうお伝え知らせたことあります？大丈夫ですか？特にない今言い切っちゃったもんね一応今日はピンチヒッターで、なんでちょっと真面目にまとめさせていただくと、うんまあ、今ねこういった形で介護福祉の現場で独立されて、うん、その前実は自衛隊員 で自衛隊になったきっかけも実は不純な動機で航空に出たいからという
な、ねうんまあ、人生を過ごされてきた中ですけども、うん、今こうやってね、うんまあ、結婚されてお子さんも生まれてかつ、ね、会社も立ち上げられると、うんということで本当ね、うん、さっき言ったみたいにね、うん、アワビだサザエだとってた少年がねこんなにね、うん、会社立ち上げたことになるわけですから、うんもう本当にね、うん人生何があるかわからないので、ねうんね、今本当にこれ見られてるね、うん、中学生高校生の方々も、うん、今ねやりたいことなんか見つかってないかもしれないですけど、うん、まあそれはね、うん、焦ることないかなっていうのが、うん、私は今日聞いてますます感じました、うん、自分もそう思ったけど藤井さんの話を聞いて、うんうん、まさにそうだな、ね、岡野さんどうですか今日。いやもう本当にね人生のターニングポイントでいくつもあるんだな、うん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 、でもね、うん、なんかちょっと最後子供生まれるって聞いたからなんか、うんね、すなんかね用意しないといけない、ね、でもあれですね最後にもし一言お伝えさせていただけるというのであればやっぱりその仲間や周りの人たちそのご縁っていうんですかねそういったその人たちをすごく大切にしてほしいなってその人たちがいたから今の自分があるなっていうのをこの年になってすごく実感しているので、ね、友達は大切ですよね、うん、はい、まあ、そんな感じで今回も無事13歳のヒーローアップ終わりにしたいと思います。またね、そうだね、来月の放送も楽しみにお待ちください、ね、ぜひね、さよなら、はい、Facebook も申請してください。